平成1年です。今日はですね、沖縄県のね飲酒運転についてちょっと話していきたいなと思います。これは多分、ね、観光客の人とか移住する人たちね、今からする人たちにも関係するような話なので、ぜひ最後まで聞いてほしいなと思うんですけれども、まあね、沖縄県はね、まあ、有名なんですけれども、この飲酒運転の検挙率っていうのが人口対比でね、人口比で全国ワースト1位なんですよ。で、しかも件数でも2位なんですね。だからデジでもね、まあ、東京とかね10倍以上人がいるのに、そういうところとかも含めても件数としても2番目で、あとまあ全国平均のね6倍捕まるんですね、飲酒運転で。だからまあ、それぐらいね、まあ、飲酒がで捕まってる人たちがいると。こんだけもう毎年ワースト1位で、まあ、絶対やったらダメよって言ってる中でも捕まるっていうことでね、まあ、多分ね皆さんの印象だと、まあ沖縄の人たちっていうのはね、お酒好きで、お酒飲んだら、まあ、好きだけど飲んだらね、どんどんまあ普通に運転してからね、捕まってるんじゃないかっていうのがあると思うんですけど、実はねそんなことはないんですよ。だからそういう話今日ちょっとしていこうかなと思うんですね。はい。まあこのチャンネルではね、まあこういったね沖縄のまあリアルなね、内容どんななってるのかなとかっていうのを、まあ、ね、やっぱニュースとかでもいろいろ出てるんですけど、実際にいる人たちとちょっとギャップがあるじゃないですか。そういったまあちょっとマニアックな話とかも含めてね、沖縄の話してたりとか、あとはまあ観光地ね、旅行で定番の観光地ってみんな行くと思うんですけど、新しいところって探すのなかなか大変じゃないですか。みんなも時間ないからね。だからそういったところをまあ見つけてもらえるようなね動画っていうのを、まあホテルとかビーチとかねいっぱい回ってるんで、それ出してるっていうのと、あと最後に沖縄移住ね、まあ参考になるような動画出してますんで、ぜひね他の動画も見てほしいなと思います。はい。じゃあ今回はね、まあ飲酒運転なんですけど、まあ実際に僕の周りとかでもね、まあ何人か捕まった人がいます。で、この子たちが、まあ、捕まった時の状況とかもね、聞いたりとかしてて、で、他にもね、その人、まあ、友達の友達とかね、いろんな人も、まあ、結構捕まってる人いっぱいいるんですよ。で、毎年毎年、ワースト1位で、飲酒運転絶対やめれよってなってるんで、まあ、実際はね、ほんと、さっき言ったみたいに、運転してから、もう飲んでから、もう結構酔っ払ってて、運転していくっていうのはね、まあ、昔まであったかもしれないし、よく聞いてましたけれども、今これだけ罰金も多くなってる、事故も多くなってるっていう中ではね、そんなにないです。でも会社とかでも、もうこれ飲酒したらダメよ、飲み会とかでも絶対代行を呼びなさいよっていう形で、車で来ても絶対代行を乗せるし、この居酒屋さんとかもね、代行を乗って帰ってくださいねっていう形で結構徹底してるんですよ。うん、多分肌感覚ではもう飲酒運転っていうのはもうみんな全然してない。うん、絶対しないですよ、普通に考えたらね。なのにもかかわらず件数デージ多いですよ。これだけね、さっき言ったようなワースト1位なんですよね。だからデージ多いと、だからまあイメージとねちょっと違うんですよね。はい。でそんな中でね、まあデータが出てて、午前の4時からね、夜午前10時までが一番検挙率が高いっていうのが出てるんですよ。まあこれ何かっていうと、普通だったら飲んでから帰る時とかの11時とか12時とかね、そういったところで捕まる人たち、まあ多少いるとは思うんですけど、そういう時にもね、4時とか朝方とかに捕まる人が多いんですね。だからまあ一般的にはなんですけど、この飲酒運転っていうのは、まあ沖縄なんで多い場合って言ったら、まあもちろんね昔からまあ結構お酒も好きで飲み会も多い、まああと車社会。っていうところがあって、車で移動するしかないから、やっぱりまあこれね、飲み会も多いのに車社会だから、飲酒運転多いよねっていうイメージ多分あると思うんですよね。まあそういうイメージ。あとはもう一つ言われてるのは、泡盛の度数が高い。泡盛って30度とか、まあ下手して40度とか44度とかね、そういうのいっぱいあるじゃないですか。だから普通の焼酎の20度とかね、そういうものの一杯とかと全然違うわけですよ。だから出るこのアルコール度数がね、なんていうの、検知する時のね、呼吸でやるじゃないですか。これの数値っていうのがやっぱ高く出てしまう。同じ量飲んでも高く出てしまうよとかね、いろいろ言われてるんですよね。まあもちろんそれ絶対あると思います。あるとは思うんですけれども、まあリアルなところ、まあ聞いた内容だったりとか、僕がね、まあ、実際見てたりとかする内容で、一番ね、多いっていうのは、朝のね、検問なんですよ。朝の検問っていうのも、朝の検問何かっていうと、こうバスレーンだったりとか、そういうまあ細いね、裏道とかで止まれの標識で止まらなかったところの検挙されて、まあ簡単に言うと、これ飲酒運転以外の検問で引っかかった人が、これ開けたら、あれ、いや酒の匂いするなってことで検挙されてるっていうのが一応多いんですね。
だからさっきもあったんですけど、うちなんちの人たち、まあ県民の人たちね、今ねいる人たちってのはもう飲酒ってデイジうるさいから、みんなちゃんとね代行で帰るんですよ。代行でも帰るし、家で飲んでてもちゃんとね寝て、もうなくなったら飲酒で車運転してからね出ていくとかっていうのはね、そうそういないです。まあいるみたいですけど、ちょっとはいるみたいですよ。あの少ししか飲んでんから大丈夫だってやつだって、まあこういう人たちもいるんですけど、まあやっぱほとんどの人たちでないですよ。うん、買いに行ったりとか、飲んでるから、飲んでてから、もうなくなったから買いに行こうやつだ、つってね、電車とかないから車で行こうやつだ、つって車で行くとかっていうのは、もうほとんどない。うん。罰金もすごい金額だし、会社もクビになるかもしれんしね、車ないともう全然仕事できんから。だからそういうのもあるんで、まあやっぱなかなか今はね、やらない。だけども、ちゃんと寝てね、ちゃんと寝てから、6時間とか寝てからちゃんと出勤するときに引っかかるんですよ。でしかも朝検問を飲酒で検問とかしてないんですよね。朝飲酒で検問してたらもう渋滞で大変じゃないですか。そういう検問じゃなくて、バスレーンっていうね、沖縄特有のね、あの那覇に向かっていく時っていうのは、まあデイジ車社会で混むから、一番左の車線だけはバスがね通る車線ですよってことで、朝の7時半15分だったかな、7時半かなからあの9時ぐらいまで、このまあ1時間半から2時間ぐらいね、もうここはバスしか通ったらダメですよと。もし通ってしまったら検問で引っかかって点数切られますよっていうのがあるんですよ。これのねところで間違えて走ってしまってから捕まって、あれバスレーンで切ろうと思って開けたら、あれいや酒の匂いするなってなって飲酒で捕まるっていう、このケースが一番多いんですね。だからあの観光客の方々、観光で来た人たちだったりとかもバスレーンわからないじゃないですか。だからバスレーンわからんくて、そのままこれバスレーン、そのあのこれ空いてるからね、朝の7時から朝行こうと思ったら、あれ空いてるやつだと思って入ったらバスレーンですって言って引っかかる。でそれであれお酒の匂いするねって言って、あの飲酒で捕まるっていう人たちがデイジ多いんですよ。これがほとんどだと思います。さっきもあった、あの朝の4時から午前10時までに捕まる人たちが約4割です。こんな時間にね飲んでる人たち いないじゃないですか、正直ね。あの3時ぐらいまで飲んでから結構飲んだやつだって言って飲酒で帰る人たち、今はねなかなかいないですよ、正直。これ4割って言ったら大変じゃないですか、こんなんでね。朝8時とか9時もですよ。だからこういうのっていうのはもうみんな寝てからね、寝てちゃんと寝て帰って、あの帰ってからね、寝て飲んでからちゃんと帰ってから朝起きてちゃんと来てるんですよ。6時間とかちゃんと寝てるのにもかかわらずやっぱり出てしまうんですよね。まあこれはさっきあったみたいに青森の度数高いからやっぱ残ってるとかね、車社会だからまあ電車で行けないじゃないですか。ちょっとこれ大丈夫かな、これちょっと頭ちょっと痛いやつさとか、昨日ちょっと飲みすぎたけど早めに寝たから大丈夫かって言ってね、でもまあどうしようかな、ちょっと危ないから電車で行こうかなとかって、まあ東京とかねあの辺とかだったら、まあ地方とかも電車があるところだと、あまあどうしようかなってね選択できるかもしれないですけど、沖縄だったらもう頭痛くて、まあこれタクシーで行こうやつさとかならないで、もうそのままやっぱ車で行かざるを得ないじゃないですか。だからやっぱそういう行く、こういうのがあるから、その時にたまたまバスレーンで引っかかってしまった時にやっぱかかってしまうっていうの多いんですよね。だから移住の人たちもそうですし、観光客が観光で来られた人たちもバスレーン一番気をつけてですね、これね。あの前の日にちょっと飲んだ、だけどまあ12時前に寝たから大丈夫やつさ、でも青森だったからちょっときついけどねってなってても、あのまあまあ予定があるから乗ろうやつさって言ってけど、バスレーンは絶対気をつけて、那覇向けね、那覇向けのところにバスレーンっていうのがありますか、緑のね車線が緑になってるところ、これはもう通ったらダメですから、一応下に書かれてるんでね、うん、これはダメなんで、ここを通ってしまって検問かかったらもうすぐね、本当に窓開けた瞬間ね、酒の匂いしたらすぐ検挙されます、捕まっちゃいますからね。だからこれが一番多いんで、普通に運転してるわけじゃないよっていうのをね覚えておいてほしいなと思います。はい、まあこんな感じでね、ちょっと沖縄のまあ実際はねどんななってるのかっていうのをねちょっと今回まあ話したんですけど、まあほとんどそうです、飲酒に関してはね。でこれは移住されてきた方々とかでも捕まってるし、何人か聞いたことあるんですよ。やっぱ忘れ分からんくてね、それで捕まってる。まあ出勤はやっぱ那覇が多いんで、そこに行く時とかね、やっぱ帰る時とかにあのバスレーンね、普通の道だと思ってから家に帰る時ね、ただどっかでもこれ酔っ払ってるからちょっとちゃんとホテルで寝て帰ろうやつさって言って、ビジネスホテルみたいなところをねちょっと寝てね、それで出たのにもかかわらずバスレーンかかってそれで捕まってしまったっていう人も聞いたことあるんでね。だからやっぱもうこうバスレーンとかで引っかかられるようにする、まあもちろん深酒しないようにして運転しないようにするって当たり前なんですけど、実際どれぐらい飲んだかなとかって朝ね自分のお家で測ることできないじゃないですか。
だから一応感覚で出てしまって、さっきあったみたいに青森の度数高かったか結構残ってるねとかね、やっぱあるんでね、こういうことは。だからまあ大丈夫だと思っても、まあ運転しないっていうのももうもちろん本当はね、そら一番それはいいんですけども、それ仲良くできないじゃないですか。仕事に行かんといけん。これ大丈夫、もう12時前にも寝た、11時半から12時も寝た、これ大丈夫ですって言って行くんでね。だからこれはまあ気をつけてほしいなと思います。はい。まあ今回はね、以上になります。今日はね、12月の23日ね、水曜日なんですけどね。まあずっとね、雨が続いてて、しかもまあ今週でね、GoTo の割引はね、もう今週末までなんで、かなくなるんですけど、今週は結構来る方多いかなと思うんですが、ちょっと雨ね、ちょっと残念なんですが、まあ、ぜひね、来た際には楽しんでいただいて、でまあ年末超えてからね、年明けとかはね、まあいろいろYouTube ライブとかインスタライブもね、どんどんやっていこうと思ってますので、ぜひそれもまた見てみてほしいなと思います。はい、じゃあ今日は以上になります。